厳しい経営が続く JR 北海道。入社式には340人の新入社員が出席しました。今年からスタートする経営計画に皆さん一人一人が参画していただき、ご自身の夢の実現にぜひ挑戦してもらいたいと思います。本日より JR 北海道の一員としてこの場にいる仲間とともに社会人のスタートを切れることを大変嬉しく思うと同時に、最北の鉄路を守るという仕事の責任の大きさに身の引き締まる思いでおります。式の最後には全員で安全運行を誓いました。北海道電力では102人が式に臨みました。北海道電力の最大の使命はお客様のもとに安定して電力をお届けすることです。この使命を決して忘れず、目まぐるしく変化する環境に柔軟に対応し、日々の仕事に邁進してまいります。